アンダー18日本代表、大学の時にユニバ、はい、今日は、ワンオンワンしていきたいと思います。お相手はですね、女子なんですけど、成績いきます。アンダー18日本代表、大学の時にユニバーなんで、日本代表ですね。そして、プロへ行って富士通 WJBL 富士通へ所属、今は東京ダイム女子所属で 3x3 の得点王っていう肩書きを持ってる、この YouTube のチャンネルでも実は一番最初に登場してもらった有明葵さんです。こんばんは。パチ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 来ましたよ。この女がやってきましたよ。もうね、何度かね、あのクリニックとか、ワークアウトして、もう裏拍子に関してはまあまあまあ、もう女子の弟子みたいな感じですね。もう結構極めつつあるんで、今日はどういう意気込みで来ます？それはもう負けず嫌いなんで、リベンジマッチなので頑張りたいと思います。教えていただいたことを一つでも多く出せるように挑みたいと思います。勝ちたいんですか？もちろん。あー、らしいですよ。もちろん。はい、もう古典版にやっつけてるんで、まずは11点マッチで、ハンデなしで、普通に、でもハンデなんていらないですよ。もう普通の強豪ですからね。11点マッチいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、OK。10-0 どうした？本気出していこうぜ。
今のアップ、今のはアップですか？今のアップ、今のアップです。はい、ということで11点マッチゲーム始めたいと思います。お願いします。来ました。まだ時間があるんで、あと5点のご依頼来ました。5点マッチで、はい、はい、はい、行きます。やべー、危ない。ただちょっと危なかったね。ラスト5点ですよね。ラスト5点。
ました。ありがとうございました。はい、これはやっぱりもう一回でしょ。もう一回次にね。はい。さすがにね。ちょっとダメですよ。さすがにね、こんなもんじゃないですからね。いや。ただ僕マジガチでやりました。それは負けるわけにいかないですよ。それはね、さすがに。それでも本気で勝つつもりでいきますからね。それが有明葵です。皆さんご視聴ありがとうございます。リベンジもお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。もう本当に諦めが悪い。まあ、シャンソンへ行き、シャンソンでリーグ優勝、日本代表へ入ってドーハの大会に出場。あ、来た。